におられるようですけれども、私たちは本当に頼りになる、本当にですね、私たちは手に入れたい、そういう国と東京都でやり合うときに戻りなんていうか、これはですね、普通だとなかなか手に入らないんです。ですけど、本田先生とお知り合いが、そこに行かないときからは、本当にそういう、国の、実はそういう末端の、事務所の人もですね、こんな人、俺たちも知らねえぞなんていうのがあったんですね、我々が入ってちゃうなんていうこともあったりして、そういうことで、とにかく、非常に簡単には手に入らない、ゼネコンがですね、何千万円かけて作ったような、そういうデータをそっくりそのまま、やっぱりそういうことを要求されると出てこないですね。要求する技術がいないんです。ですから、小坂先生はその技術やってるけど、通じて住民の方に、そういうものを、なんか分けていただけるということで、とっても感謝しています。ですから、この1年間、公共事業チェック議員の会議、結局ずっとされてたんですね。それが、バッチョン先生がそれがなったということで、高岡のとってでも今非常に問題が起こっているんです。土壌水分がどんどん乾いてですね、もう沢が枯れちゃって植物が枯れていっていると、早く見てほしいと言ってもですね、なかなかアクションが取れない。小坂先生が数年前に行かれた時は、もう自分で働いてたくさんの木の方が行かれた。で、大坂さんが現場にいるんですね、シートが取った場合、そうしたら水漏れが激しいんですね。そういうのは隠してるのすぐ横から見つけてですね、これは何だということで、国交省がやり込めないというようなことがあったりしたんですけど、そういう現場にも簡単になかなか今言ってもらえない、そういうことをいろいろこの1年間のことを考えますと、いや、大坂先生にバッチをつけていただきたいと、我々はもう全然この進んで進まないと、こういうことを感じております。そういうことで、今回の選挙では何が何でもですね、また、なんていうんですか、今回のこのバッチをつけていただいて復帰していただきたいというふうに思っています。それから最後ですね、一つ、実は今日、実は新鮮からまでの電話がかかってたんですね、厚生ランキングが届いたんです。じゃあ、小坂さんと先生で、その社民党って書けばいいのねって聞いてきたんですね。おいおい、はがきよく読んでやると、はがきよく読むと、小坂どんどん書いてくださいってあるんですけどね、やっぱり、はがきに書いたとき読んでないんですね。ただ、社民党に入れれば、小坂さんは当選するでしょうって、そういう感覚で、いや、そうじゃないと、あくまでも小坂どんどんと、日本一のためを楽しく書いて投票しないと、なら絶対合格しないんだと、こういうことを伝えたんですけれども、ぜひ、この会場の皆さんもですね、十分構想したと思うんですけど、ミスキーも書いておりましたけど、小坂のことという名前を書かないと、有効にならないようですので、ぜひそれを持っていただいて、ぜひ皆さん一緒になってですね、国会に送って出すように頑張りましょう。ありがとうございました。小坂さん、事務所から の事務局提案としてのお話を先にしていただきありがとうございました。本当に皆さん、電話もかかってきますけども、社民党を書けばいいんですねという電話結構やっぱり多いですし、電話をかけても、個人名でかけるということをまだまだ知らない方が大変多い、この選挙制度時代にも大変問題があると思うんですけども、そういう制度ですので、ぜひ、小坂のことを書いていただけるようによろしくお願いしたいと思います。それでは今日はたっぷりと大統領ですでは5分あるいは10分という短い時間でしか話ができないんですが、決議表明の政策の一環をもう30分ぐらいの時間の中でお願いをして、それで今日は労働現場の方もいらっしゃるし、自治体議員の方もいらっしゃる、市民の皆さんもいらっしゃいますので、その後また30分ぐらいの間で意見交換をさせていただいて、締めていきたいというふうに思いますので、それでは候補者小坂のほどよろしくお願いします。今渦巻いているのが街頭でですね、マイクを握っ
選挙っていうのは分かっているんだけど、答えは出せないっていう人たち、あるいはなんかこう、一回その政権交代の期待感に、膨らんだんだけれども、どっかしぼんでしまってですね、だからといって自民党にも戻れないなと、まあ、しょうがないかという民主党だなとか、あるいはもう、多分東京に行かない人もですね、これ、存外増えるかなという、私の勘ですけどね、そういうことがなんか起きているんじゃないかっていう気がします。で、今日は、多摩センターの劇団の地域に立ちまして、で、それから、そうですね、高畑工藤とか、稲荷とか、狛江町と大間さんとかの地域、1回目の選挙調査になったところも含めてですね、回りました。で、またその合間に杉並に飛んで、先ほどの古川さんの自宅前の、政界調理人の、補選候補者の応援で行ったりもしました。で、今回ですね、全国比例区といっても全国回ってるわけではないんですね。一回だけ、おととい、大阪、神戸で、その前の日に、滋賀、京都と、この4県だけは、行きました。辻元さんと一緒にですね、回った時に彼女の小選挙区で勝ってますから、選挙区を中心に、回りましたけれども、でその時今話をしましたけれども、この秋の臨時国会、参議院選挙終わって臨時国会が秋にありますので、ね、ここで衆議院の比例定数の80の削減がもう確定的になってるということなんですね。今の流れを変えない限り。そうすると、先ほど重松さんがハードル高いって話しましたけれども、衆議院の比例定数180が100になるというのは、具体的にどういうことかと考えます。今、東京は17ですよね。ですから、それが9対5に減るということですね。いくつですかね、8位ぐらいかな。そうするというふうになるとですね、ほんとその、これまで社民党の議席は大体13番目とかですね、その辺で取ってますから、かなり厳しくなるんですね。というか、相当その率先みたいなのがこのぐらいだったハードルがこんなに上がるということでありますよ。もちろん共産党も厳しいでしょう。公明党だってそんなには取れない。おそらくその、自民党民主党以外の政党の議席というのが激減する効果があるということがあって言ってるんですね。でそれをどういうふうにこれから見ていくんだろうか。これは民主党の幹事長自身が絶対やるということをもう言ってきているそうなんで、必ずやるでしょう。でもう一点、ここでこの公約で一致するのがみんなの党なんですね。でいろんなところで遊説してますと金ありますよね。川崎駅に行ったらですね、旗が40本ぐらいだったんですね。だから上の方でやってて、下の方もされてるんですね。だから下の方やってないんで、ちょっと時間を分けろと言ってですね、やりましたけれども、大変な人数ですよね。危なるような無意識があるんじゃないかなというのは、例えば読売新聞とか、あの辺の論調が全部応援してるわけですよね。経済界が応援してるわけですよ。で民主党、社民党、国民新党、特に社民党の邪魔だけどね、実は国民新党が邪魔なんですよ。で、この辺をちょっと今日お話ししたいと思うんですね。で、この参議院選挙の真の対立軸は何かというとですね、やっぱり小泉純一郎の亡霊がね、そのゴーストが蘇ってきているということなんです。ですから、今度の参議院選挙で、これは、国民主義は国民主義で 1% で、ね、ガンガン勝てますよ、ね、けなと与党内で対立しているわけですけれども、おそらくみんなの党と民主党が連立に入るという可能性、これは民主党単独過半数だとありませんけれども、しかし、そういう数字が出るとは限らないので、みんなの党との連立ということになると、このみんなの党も定数削減と言っているんですね。同時に、いわゆるその公務員、削減キャンペーンですよね。とにかく、生首を切るまでやらないといけないんだということを彼らは言っているので、その部分で、今の民主党とみんなの党と、それでも足りないというとですね、これは増税新党か、あるいは立ち上がり日本か、私のちょっと、動物的な感じで言えばですね、
民衆みんなで立ち上がれ政権と、略称ミリタリーリス政権なんていうのができたわけだけど、どんなことなんだろうかということをちょっと案じるわけなんですね。これは定数削減のその次に来るのは何かといえば、もう一挙にその憲法についてはまあ、みんなのことも言ってませんけれども、もちろん憲法を変えようということですし、立ち上がれば国粋主義的なね、そういう意味では、自衛隊、自衛軍、自衛自民党の憲法はそのものですから、あっという間に自民党も含めてですね、ある種の改憲連合みたいなものが出来上がってしまう危険もあり、その速度は速いかもしれないというのを危惧します。で、もう一点、先ほど国民新党の問題を言いましたけれども、実は私、総務省の顧問をしてました。